後半参りましょう。アーセナルメンバーチェンジを行っています。アンリー、ムスタフィ、コシェルニ、ラムジー、ベストエジル、ムスタフィ、モハメド・エルネリー、ベストエジル、クローンデリ、ガンソ、このボールはカットされます。ムスタフィ、モハメド・エルネリー、ベストエジル、マリアーノ、右サイド上がっていく、サイドのスペースを使います。ああ、いいボールだ、いい展開ですね。モハメド・エルネリー、ベストエジル、スルーパスと、これはつながりません。クローンデリ、元祖、元祖から左へ、ロングフィードで狙う、メストエジル、オバメアン、ここは競り勝ちます。アーチのようなパス、ボールはアンリ、ルーズになる。ナスリー、サイドのスペースへ走らせる、上げてくる、どうだ、守護神触る。アンリー、最近はその成長ぶりがよく目立っていると、先日監督のコメントもありましたが、これはチーム内で一目置かれているということなんでしょうけれども、北澤さんの目から見てどうご覧になりますか？そうですね、まあ、確かにこのところ彼はすごく伸びてますよね、うん、まあ、なんというか積極的にボールに絡んでいく姿勢や、はい、声をかける姿勢なんかを見ていても、何か自分にとってのこう居場所をアピールするような熱いものを感じますよね、うん、まあ、この先率先して引っ張っていく存在になるでしょうね、はい、左から上がっていきます。ガンソ、ベンイエデル、ハットトリックを決めています。4点目はあるんでしょうか。弾かれてしまいましたが、コーナーキックへと続きます。絶好の位置、前線へ長いボール、アンリー、ロングフィードで狙う、オフサイドです。飛び出しがちょっと早かったようです。オーバメヤング、これはギリギリじゃないでしょうかね。メストエジル、裏のスペースを狙う、これはなかなかこじ開けられない。サイドチェンジ、これは合いません。さあ、アーセナルボールです。ナスリ、さあ、つながるか。あ、これ要注意ですね。セビージャとしては味方のサポートが来てませんでしたよね。まあ、ドリブルという選択は間違っていなかったと思いますけども、やっぱり味方のサポートは欲しいところですよね。もう一つ前に行きたい、裏へ届くか、自分で行く、どうだ、頭で来た、合わせに行きましたが決めることができませんでした。入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。
セビージャ、先ほどから前線の両サイドが外に開いているように見えますが、北澤さん、この意図はどういうものなんでしょうか。タッチラインまで相手ディフェンダーを引っ張って選手間の距離を広げることで中央にスペースができやすくなりますからね、そこに2列目以降の選手を取り込ませる意図じゃないでしょうかね。なるほど。うおー、オーバメヤング、裏に味方を走らせる。ガンソン、アーセナルとしてはちょっとまだリズムが悪いんですけど、なんとかまず1点欲しいですよね。ここで丁寧にボールを扱う。ムスタフィ、メストエジル、先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。そうですね、彼は今日トップ下の位置でパスにもよく絡んでますからね、必要なマークだと思いますね。裏にスルーパス出されるのも怖いですしね。サイドを縦に走らせます。これはオフサイドです。メストエジルが飛び出していました。ギリギリですね、はい、ちょっと残ってましたかね。2つ残しています。セビージャ、メンバーチェンジです。中央へロングフィードで狙う。お、いい形ですよ。スルーパスを出す。ちょっと伸びてしまいました。左サイド上がってきます。ナースリ、どうだ。ディフェンダー集中力いいですよ。いや、今みたいなアリークロスはね、中の状況によっては効果的ですけどもね、今はちょっと合いませんでしたよね。サイドのスペースを使う。ボールつながります。上がっていきます。スペース出ましたね。エジルへのボール、いい展開ですね。中央へ、よくカバーしましたよ。縦に送ります。アンディへ、ふわっとしたボール、肩を走らせる。このボールに触ります。トレムリナスからのスルーパスをカットしました。ラムジー、長い縦へのボール、アーチのようなパス、上げてくる。止まりすぎたので危険でしたね。アーセナルはここでファールがありました。レフリーの注意が入ります。
イボーラ、クローンデ、戻りましょう。メストエジル、アンリ、ここは競り勝ちます。裏のスペースへ来た、これは決めた、アーセナル、アーセナルこのゴールであと2点です。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、出し手と受け手の意思疎通、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。そうですね、セビージャ、ここでベンチが動きます。さあアーセナル、まだまだ勝負は諦めません。オレムリナス、ナスリー、サイドを縦に走らせます。おいい形でしょ、上げる、どうだ、シュート、ガメイロ、クロスへの反応バッチリあったんですが決めることはできませんでした。中も後ろから入ってきてよく合わせてきましたよね。セビージャ、決定的なチャンスを収めることができませんでした。セビージャとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね、うん、俯瞰して物を見るという、これまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。長いボールを送ります。モハメド・エルネニー、ルーパスを出す、ここはオフサイドありません、打った、止めた、こぼれてる、シュート、きたー、アーセナル、アーセナルあと1点のところまで詰めてきました。一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。おそらくセカンドボールを予想してのポジショニングでしたよね。落ち着いていい位置に詰めてましたよね。さあアーセナル、このまま勢いに乗ってくるんでしょうか。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきてると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。右サイド上がっていく、サイドを使う、さあフラッグは上がっていません、丁寧に足元を使う、ここは競り勝ちます。ムスタフィ、後半ももう3分の2が経過しています。ラムジー、シュート、
アーセナル同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。いやー、追いつけるチャンスでしたけどもね、惜しかったですね。スペースへ走らせる、いいボール入りますよ。ガメイロ、どうだ、ここでファウルをもらいます。セビージャ、注意に終わりました。さあセットプレー、直接狙うにはちょっと厳しいか。シュート、いいシュートでした。セビージャ、この時間帯で2点差に広がってしまうと、リードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね、うん、はい、まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。そうですね、今のチャンスはものにすることができませんでした。さあこれで交代枠を全て使い切ります。アーセナル、さあアーセナル2人の選手を入れ替えます。サンティ・カソルラ、アンリエ、ガメイロ、ベン・イエデル、サイドのスペースを使います。クローンデリ、いい展開ですね。アンリ、裏を狙っていきます。お、いい形ですよ。さあ繋がるか。ガメイロ、ラミ、長いボール縦へ、チャレンジはしません。後ろに流す。サンティ・カソルラ、最終ラインまでボールを下げる。サンティへ、ラムジー、この柔らかいパス、ボールを下げてリズムを作るか。ガブリエウ・パウリスタ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。シュート、アーセナル同点のチャンスでしたが決まりませんでした。ちょっと頭抱えましたね今。いいですね、撫でるようなボールタッチ、削ってしまいました。これはカード、選手たちもちょっと感情を抑えきれないという状況です。ここはね、もっと慎重にいってもいいかなという場面でしたけどもね。これは直接でしょうか。直接狙った、おっとルーズボール、これはもったいない場面でした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。
ーセナルは残り少ない時間を何とか生かしたいところですよね。そうですね、もうパワープレーで仕掛けてこじ開けていくやり方がいいですよね。まあそうやってるうちに起こるミスもありますからね、そこを詰めたいですよね。アンリー裏狙いましたね。ここ仕掛けてほしいですね。同点弾は決まりませんでした。アーセナル、いや気持ち焦ってるかもしれませんね。ナスリへ、ナスリ抜けてくる、足元大事に行きます。ボールが上がる、しっかりと抑えました。コシェルリ、ラムジー、モハメド・エルネリチャレンジはしません。後ろに流す、さあアーセナルボールです。ここは競り勝ちます。ベン・イェデル、コシェルリ大きく縦へ、このボールはカットです。サイドを使う、いい展開ですね。どうだ、ディフェンダー集中力いいですよ。アンリー、モハメド・エルネリー素早いパスで攻め上がっていきます。アンリー柔らかいボール、いやファインセーブです。決して簡単なボールではなかったと思いますけども、よく決めましたよね。アーセナルが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。コシェルリ、サンティ、モハメド・エルネリー、アンリー最終ラインまでボールを下げる、ガメイロ、ここでルーズボール、パレハ、ベン・イェデル、スルーパスを出す、ここは競り勝ちます。さあ時間がないところ、フリーキックに変わります。注意に終わります。およそ30メートルというところです。フォローいいですね。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。アーセナル手元の時計ではもう時間がありません。サンティ・カソルラ、ボールはアンリへ、クローンデ、キーパー前へ蹴り出します。流れを止めます。ボールを下げてリズムを作るか、パレハ、クローンデ、ここは競り勝ちます。オーバメヤング、スペースへ出す、さあシュートレンジだ、どうだ、シュート、セナ決めた。旗が上がっています。でもよく審判見てましたね。いやしかしレフリーよく見ていました。主審上を口に加えて今試合終了です。3対2、アーセナル接戦を制することができませんでした。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。アーセナルとしてはサイドから攻め込まれるケースが多かったですよね。結局それが失点に結びついてしまったわけですから、選手の位置取りやマーキングの仕方などチームとしてもう少し検討するところはあったと思いますよね。はい、そうですね。
スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ウェファチャンピオンズリーググループステージ第3節、アーセナルが結局3対2で試合を落としています。